次はヒナだ。今さっきここに謎との忍びが来なかった。なんか門を出てったけど。門の外、まだ。ヒナだ、どうしたんだよ。実は。護送中の罪人を逃がした。だから早く捕まえないといけない。よし、俺も手伝って。ナルト君は？でも急いでんだろ。さっさと先に行くってばよ。
器を集めてきたってばよ。本当か？お前見かけによらずってのは余計だ。その日記さ、悪いと思ったけど中身を見せてもらった。そうか。姉ちゃんのこと諦めちゃダメだってばよ。なんなら俺も手伝うからさ、姉ちゃんを見つけようぜ。そうだな。けどな、もういいんだ。兄ちゃん、諦めたらダメだってば。いや、そうじゃなくて。あら、どうしたのその子。え？姉さん、この子だよ。俺の日記を集めてくれたのは。話は聞きました。え？え？ね、姉さんと。問題を抱えてるの、私に言ってんだ。ばあちゃん？え？あ？何がどうなってんだよ。お礼だ。あれ？それってば日記？なんでばあちゃんがそれ持ってんだ？この前ここでお前が落としていったんだよ。あの時のお前はずい。うん、兄ちゃんと同じように俺も日記を落としちまってたのか。だがそれが逆によかった。その一枚で大体の事情は分かったからな。事情を知った五代目様は近くの村で保護されてた姉さんを探し出してくれたんだ。発見した村が火の国近郊だったのは運が良かった。他の国だと調査しにくいからな。そうだったのか。そりゃ良かった。さて二人ともそろそろ時間だ。案内役が待ちくたびれている。帰る前にお前にはこれを渡しておくよ。これってば兄ちゃんの日記だろ。俺がもらっていいの？あ、俺にはもう必要ないからな。お前が、あとこれはお礼だ。俺がこれまでの旅で使ってたものだけどな。サンキュー。それじゃあな。ありがとうございました。あ、またな、兄ちゃん、姉ちゃん。ナルト、今回の件は特別に行ったことだ。でも、サンキューな、ばあちゃん。この借りは、お前、それくらいお安いご。
確かに揃ってるみたいだな。どうだ。この程度俺の手にかかれば楽勝だぜ。やった、三級カンクロ。あとはこれをあの子に届ければいいだけ。誰に届けるかは知らねえけど。変な誤解をされてるっぽいけど気にしないで送ってばよ。この曲って…ちょっとあんた、こんなとこでポケットして何やってんのよ。あれ、あれ、あの子がいねえ。あの子？あんた、また幽霊に会ったとか言うんじゃないでしょうね。幽霊？幽霊そうかもしれねえってばよ。あ、ねえねえ、あんたが手に持ってるのがあの壊れてたオルゴール？あ、あれ？なんで俺これ持ってんの？さっきあの子に渡したはずなのに。何わけわかんないこと言ってんのよ。あら、オルゴールの中に紙が入ってるわよ。会いましょう。あんた幽霊に気に入られてるじゃない。俺さ、あの子の幽霊なら何度出てきてもいいってばよ。なんとなくだけどあの子の正体分かったし。な、姉ちゃん。あのね、変なこと聞くんだけど、そのオルゴールの曲どこかで聞いたことない？なんかここまで思い出してるんだけど出てこないのよね。
こと聞くんだけど、そのなんかここまで思い出してるんだけど。これは極めて重要な頼みだ。失敗は許
されない。どうやらイチャイチャタクティクスには初回限定版があるらしいんだ。俺はどうしてもそれを手に入れたい。たとえどんなに金をつぎ込んでも。だがもうどの書店も予約を打ち切っていてな、このままじゃ手に入らない。そこでジライア様に直々にお願いしようとしたんだが、それでだな、ナルト、お前もジライア様探しを手伝ってもらえないか。いや、ほんと頼むよ。もうさ、イチャイチャ趣味ってばやめれば。なんかもう見てらんねってばよ。何を言う、あれは俺の宝だ、魂なんだよ。何をなると、なんなら新しい術を教えてやってもいいからさ。まあそこまで言うなら協力するけど、なんだかな、情けねってばよ。ジライア様は、今忙しい。あのさ、ちょっと話があるんだけど。お前、知ったらわしだ。初回限定版。まあ、カカシの頼みを聞いてやらないこともないが。はいはい、どうせ取材の手伝いをしろとか言うんだろ。仕方ねえから手伝ってやるってばよ。その投げやりな言い方が気になるな。よっ。それで、俺ってば何をすればいいんだよ。実はな、つい先日新しい取材先の情報が入っての、今回はそこを取材しようと思うのだが、どうにも邪魔が多くてかなわん。そりゃそうだろうな。そこでだ、お前の力を借りて目的地まで強引に突っ切ろうと思う。強引にね。この作戦はわしとお前の最低限の人員で行うよっ。ああ、もうどうでもいいや。おう、頼もしい。それでは準備が整い次第出発。準備は整った。よし、目指すは。え、そこって砂漠のど真ん中じゃ。最近になって急に水が湧き出したらしい。まさに砂漠。考えるのは後だ今。へい。
得た情報ではここで宇田若き乙女たちがはしゃぎながら水浴びをしていると残念でしたね。誰だ。さくらちゃん、あんな情報に引っかかるなんて、ジライア様もまだまだですね。まさか。はい、ジライア様を炙り出すために師匠が考えた。そんな、今まであいつに見つからぬよう。さて、ジライア様、がっかりしてるとこ悪いですが、あなたの身を今までの覗き事件に関して言いたいことが山ほどあるそうですから。それは断固拒否。だったら仕方ないですね。力ずくでも連れて行きます。ナルト、指定の力を見せる時だ。エロ仙人ってば、おとなしく捕まった方がいいんじゃねえの。かあ、お前はあの2年半の修行の恩をあだで返すつもりか。そうくるか。行くぞナルト。はよ。私を止めるにはまだまだ力不足。今回のところは引きます。伊藤、あんたは覚えてなさいよ。正義は勝つ。どう考えてもエロ仙人は正義じゃねえだろ。しかし騙されていたとはな、とんだ肩透かしだの。これで気が済んだろ。だったらカカシ先生のところに行こうぜ。しかよし、そんじゃあカカシ先生のもとに出発。Thank you.
様にナルト君じゃな。しずめの姉ちゃん、こんなとこでどうした。別に何でもないですよ。まあいいや。そんじゃな姉ちゃん、俺たち急いでっからさ。時に二人に聞きたいことがあるのですが。なんだ。どこでとは聞きませんが、お二人ともさくらに会いませんでした。さくらちゃん。そう、なんというか、さくらにはある指令が言い渡されていたのですが、どうやら失敗したようですね。まさか沈め、お前まで。覗き事件も許せませんが、私の後輩を傷つけるのはさらに許せません。姉ちゃん、このことは綱手様の前でしっかり反省してもらいます。はっ。邪魔が入るなんてな。エロ仙人、一度自分のやってることをしっかり見直した方がいい。ふん、お前には分からん。まあいいや。そんじゃエロ仙人。ご苦労。どうしたんだってばよ。エロ仙人に頼み事があるんだろ。ああ、あのことだ。あの件はもうどうでもいい。え、どういうこと。待て、ナルト、その態度、口ぶり、どうも怪しい。まさか、もしかしてお前は気づいちまったか。でかかかったね、ジライア。前の悪行はここで終わりだ。戦闘開始。
ったね、ジライア。ここまで全てが私の…カカシ先生まで？カカシ、お前わしに頼みがあるんじゃなかったのか？いえ、それもですね、実はもうもらったんですよ、五代目に。後を滑る私の力を侮っては困る。一声かければどんなものでも手に。それは権力の使い方を間違って意見の後でいくらでも聞いてやろう。それよりも今からは別の話をしようじゃないか。結局こうなるんだよな。エロセンに頑張れよ。ナルト、あんた笑ってられると思ってんの？ギュッ、サクラちゃん。砂洞穴での一件について話をしたいんだけど、じっくりと。おっか、あれはエロ仙人を守るための事故で。大変だな、ナルト。カカシ先生、笑ってないで助けてくれよ。本当はといえば赤石先生がいけねえんだろ。すまないな、今の俺にはこんなことしかできない。約束していた真実だ、しっかり役に立ててくれ。逃げやがった。しかも嬉しそうに。ゆっくり話をしましょうか。さあ、じっくり話をするか。そりゃねえってばよ。そりゃ。ナルトよ、お前も災難だったの？ははは、エロ仙人ほどじゃねえけど、はあ。